こんにちは。今日は、こちらの新型ノアボクシーの、今日はノアのガソリン車をお借りしております。実は私ノアのガソリン車のこれ SG なんですけれども、ガソリン車実際にこの試乗車で走るのが初めてなので、今日はこちらの車をお借りしまして、今までステッパーゴン、乗ってきたっていうこともありますので、ステッパーゴンとの走りの、違いについてをご紹介します。はい、でまずお話ししておくと、先ほどノアのハイブリッドを、実は乗せていただいていたんですけれども、ノアボクシーの、ガソリンとそのハイブリッドの違いっていうのが実はあまり差別化されておりません。でステッパーゴンに関してはどうかと言いますと、ステッパーゴンは、あくまでも私の、見解ではあるんですけれども、 EHEV とガソリンというのが非常に差別化されていると。で今回 EHEV が、大幅に進化したということで、ガソリンとハイブリッドでだいぶ違っていたんですけれども、ノアに関してはこのガソリンとハイブリッドというもので大きく差別化というのが図られていないと、いうところがまず特徴的なところに なります。でもっと言うと、エンジン自体がハイブリッドユニットからこの2リッターの、ダイナミックホースエンジンが乗ってるわけなんですけれども、エンジンが、ごっそり変わっていて、あとこのそれ以外の車体に関しては本当にノアボクシー、ハイブリッドもガソリンも変わらないというような、印象だから、走りはもう全くハイブリッドもガソリンも、変わらないと言っていいほど非常に、しっとりと、マイルドで滑らかな走りをしてくれるっていうのは、このガソリン車も非常に健在になってます。まず、こちら、高速今走ったので、車のこのガソリンの、動力性能というところから、見ていこうかと思うんですけれども、ちょうど合流して入っていって、今ちょうど真ん中の車線を走ってるところではあるんですけども、エンジンの出力自体は170馬力、トルクが203ニュートンということで、ステッパーゴンとの比較を、される方がすごく多いと思うので、ステッパーゴンでいうと、ステッパーゴンは150馬力の、でトルク自体は、ステッパーゴンに関しても200ニュートンあります。ただし、トルクのバンド自体は、ステッパーゴンとこのノアボクシーとでは違っていまして、ノアボクシーは2リッターの NA と、いうこともありますので、トルク そのバンド自体は、ステッパーゴンに比べると狭いと、いうことがあります。ただトルクバンドが結構狭いから、エンジンの回転を上げないと加速してくれないっていうのがちょっと、あるかもしれない。ちょっとその辺を試してみたいと思います。その辺を踏まえて走ってみたいと思うんですけれども、やっぱこういうところで加速した時にトルクバンドが結構狭い、ワイドじゃないということがありますの でかつこっち NA なので、やっぱり回転数を上げていかないとどうしても出力が立ち上がらないというのがあります。ステッパーゴンはターボエンジンになってますので、ダウンサイジングのターボエンジンになっているので、1600回転から最大トルクを発生するようになっているわけなんですけれども、そういった意味で回転数を、上げなくても、瞬時に加速してくれる、立ち上がりのピックアップが、非常にいいということがありますので、正直ガソリンという意味においては、ノアボクシーよりも、ステッパーゴンの方がエンジンに関しては、いいかなという気が、正直するかなというのがちょっとあるかなという気がする。だからエンジンの音自体なんかもそうですけど、やっぱり回転数が結構高い。ステッパーゴンですとずっと常時1500、600回転ぐらい、この高速道路を走ってもだいたい1500、600回転ぐらいを維持して走れるんですけれども、ノアボクシーに関しては少しこう瞬発力を要さなきゃいけないような、加速するようなシーンになってくると、回転数が3000超えてくるということがありますので、そういったところの違いっていうのが結構エンジン特性という意味において結構違うかなという気がします。今ちょうどアクセル踏んだんですけども、もう一回ちょっと踏んでみます。だからこの辺のやっぱエンジンの音としてはかなりこう大きめかなっていうのが、正直なところですね。もうこれはもう明らかにハイブリッドとはもう全く違うところかなと思います。車体自体はハイブリッドとそんなに変わらないのかもしれないですけど、
まあ、ガラス自体がまあアコースティックガラスだったりなかったりっていうところがあるので、この風切り音ですね。でこの辺の、音自体は結構高い周波数っていうのは、感じるところっていうのはあるかもしれないですけれども、まあ、それ以外のところは大きく変わっていないというのが印象としてあります。ただこうエンジンの放射音という意味でおいてはやっぱりねかなり大きい、今まで乗った車の中でもかなりね音が大きい、結構エンジンがこううなるようなこういう感じです。これかなり音大きいですし、でこの CVT 自体がねこうステップ CVT ということで、まあ、この辺は結構あの小刻みに変速してくれる感じがあるので、あの割とこう気持ちよく加速していってくれるっていうのはあるかもしれないんですけれども、まあ、何分こうエンジンのうなり音がね結構やっぱり気になるなっていうところがちょっとあるかなっていうのが、結構音が大きい、っていうのがねありますね。そこが結構違うところかなと思います。ただ決定的に違うところはやっぱこういったエンジンの回転がもう低い領域において、もうこういったところで巡航する、ちょうど今、80キロとか90キロぐらいで巡航してるんですけども、こういった領域においてはもう異常に車が、しっとりと穏やかで滑らかな走りをしてくれますし、車自体のこの安定感っていうのはもう健在かなと思います。ハイブリッドとも本当に変わらないような、まあ、そういった乗り味、自然な乗り味になっています。なので乗り味としては非常に、やっぱりこう改めて久しぶりにこの車また乗らせていただいたんですけれども、まあ、乗り味としては全然いいですし、で車も、このノアボクシーになってから走りのね趣味性というものがこうだいぶ格段に、まあ、上がってきていると、まあ、いうことも特筆すべきポイントになっているかなと思うんですけれども、まあ、その辺も、健在かなと思います。はい、でもうちょっとペースを上げて走ってみたいと思うんですけれども、あの高速の安定性もかなりハイブリッドに関しては高くて、あのもう底なし沼的な、速度をこう上げていけば上げていくほど車の挙動が安定していくっていうのをねちょっとご紹介させていただいたんですけれども、まあ、この車も、まあ、今ちょっと前車疲れちゃってるんで、まあ、そんなに速度を出して走れないんですけれども、まあ、このぐらいの車速でも、もう全くと言っていいほど、あの振動っていうのが、まあ、伴っていないと、まあ、いうこともありますので、まあ、だいぶね、速度レンジとしては高いなっていうことも、まあ、こういったところをね、少しこう軽く走っても、しっかりとね、感じ取れるところではあると思いますので、まあ、スタビリティ性能、高速のね、スタビリティ性、走安性という意味においても、やはりね、かなりね、高いなということが、感じ取れます。でステパゴンはねどちらかというとプラットフォーム自体がやはりあの RP3 とか RP5 時代の、まあ、5年以上前の、ね、別のプラットフォームになっているということもありますので、やっぱある程度車速をこう上げていくと振動がね少しこう伴うというところが、まあ、少しあったわけなんですけれども、まあ、この車に関してはもう特に車速と、ね、安定性という意味においては、非常にリニアに伸びていってくれるっていうね、まあ、そういったリニアに伸びていってくれるっていうのがありますので、まあ、高速走るという意味においても非常に気持ちいい走りができるといった車になっています。はい、ということで今日はちょっとね道がね非常に今までよりもだいぶ混んでまして、ちょっとあまり車の素性というものがちょっと少し試せないところもあったんですけれども、まあ、でもこうやってゆっくり走っていても非常にしっとり穏やかで滑らかで気持ちよく走ってくれる車っていうのはもうハイブリッドとも特に印象としてはまあ変わらないので、まあ、違いは先ほどもお話しした通りで加速した時ですね、やっぱ回転数がどうしてもこうちょっと上がってしまうっていうところがあるので、まあ、その辺のエンジンから その放射音というところですね、その辺が少しこう気になるところではありますけれども、回転数が低いところで走るという意味においては、まあ、特にその辺も気にせずに快適に乗れる車なのではないかなというふうに感じました。はい、ってことで今回は、こちらの、新型のボクシーのこちらの車は SG になります、こちらの方の、高速道路でのインプレッションということで、ステッパーゴンとの、ね、比較の観点で少しご紹介をさせていただきました。
当チャンネルでは車およびカー用品のレビューを行っておりますので、まあ、興味のある方はぜひご覧になってみてください。また最後になりますが、チャンネル登録、高評価いただけますと今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。